谷山ひろ子の世界の時間です。この番組はシンガーソングライターの谷山ひろ子さんの楽曲を毎週30分間にわたってごく淡々とお送りする番組です。ご案内は調布 FM 袴田総之助です。今回もよろしくどうぞお願いをいたします。さて今週はまず2曲です。1曲目はリクエストです。ラジオネームなみこさん、女性の方、リクエストいただいたのは恐竜楽団、お答えします。続いて2曲目は王国、お送りします。2曲続けてどうぞ。Thank you.
お送りしました。1曲目はラジオネームなみこさんのリクエスト、漂流楽団。メッセージもいただいてまして、最近カラオケでこの歌ばかり歌ってますといただきました。はい、ありがとうございます。そして2曲目、今お送りしたのは王国でした。では続いてまた2曲となります。1曲目は鳥かご姫、そして2曲目は城跡の乙女をお送りします。2曲どうぞ。
らかに丘の上名もなき城跡が訪れる人もなく一人と眠っているよわずかに残る壁苔むした石
2曲目は城跡の乙女でした。さて続いて今週最後の曲です。お送りするのは龍、どうぞ。昔のその昔、歴史が始まる前のこと、二つのものは一つだった、二つは同じ一つだった。ことをしたものたちは海と大地を選んだが、自由を欲したものたちは何も持たずに飛び去った。お送りしたのは龍でした。さてこの番組では谷山ひろこさんの楽曲のリクエスト、そして谷山ひろこさんや楽曲にまつわるメッセージをお待ちしております。最近は他の人に谷山ひろこさんを説明するときの説明の仕方もアンケート募集中です。お寄せください。ファクシミリは 042-443-8068 042-443-8068、メールはメールアットマーク調布 -fm.com、 もしくは調布 FM のホームページのリクエストフォームからお寄せください。いずれも調布 FM 谷山ひろこの世界宛てまでお願いします。なおこの番組は録音放送でお送りしています。リクエスト曲をおかけするのは1週間後になりますこと、あらかじめご承知ください。
またおかけした曲については京風 FM のホームページで放送終了後に掲載していきます。よろしければそちらもご確認ください。谷山ひろ子の世界、ご案内は京風 FM 袴田道之介でした。それではまた来週。